早く戻りましょう。でないと私たちみんな呪い殺されてしまいます。さっきからそればっかだね。怖いんだろ。ね、幽霊も見えなくなったし、今のうちに帰れば幽霊だって見逃してくれますから。ここまで情けないやつだとは。あ、隊長、あそこ。よし、追うぞ。逃げましょうね、隊長。ハンナ、そっちもで。火の玉ひょっとして幽霊の親玉。隊長、逃げましょう。今なら間に合いますってば。よく見ろよ。いや、見たくない。見ないとわからないでしょうが。いやいや、押さないで。幽霊じゃないって。光ゴケだよ。これが幽霊の正体。昼間歩いて気づいたんだが、この森にはそこら中に光ゴケが群生してるんだよ。じゃあ多分ネズミかなんかがこいつをつけたまま兵糧庫に忍び込んでるんだろ。それが走るのを見て俺たちは幽霊と思ったわけ。じゃあ昨日の話は全部嘘なんだ。そうなるね。つまんないの。幽霊話なんてそんなもんだよ。そうですよね。考えたらこの世に幽霊なんているわけないんですよ。なんか損した。ま、いいじゃないか。ありゃ、これで夜景だってできるだろ。そんなの当たり前じゃないですか。私いつだったかな。ずっとじゃんか。え、そうだったっけ。まあ細かいことは気にしないで早く帰りましょう。隊長、もう帰るの。明日寝不足で仕事したいんなら遊んでてもいいけど。あった、帰る。ほら、隊長も行きますよ。へいへい。アリハトが落ちたか。早すぎるな。隊長、お茶をお持ちしました。ありがとう。どうした。いえ、何をお読みなのかと。ああ、これジュシスからの報告書。拝見してよろしいですか。いいよ。失礼します。アリハトが落ちた。もうですか。ああ、たった3週間でだ。でも、よかったですね。ひとまずは作戦が順調に進んでるってことですし。そうかな。何か問題が。ボルボレードほどでないにしろ、アリハトだってルシエラの重要拠点の一つだ。にしては脆すぎる。気の回しすぎだと思いますが。そうかな。はい、南方戦線の停滞は全て雨季が原因と聞いています。今の時期なら早期攻略も可能かと。ダイダロス様たちが雨季を避けるために頑張られたんですよ、きっと。だといいけどな。それよりもうすぐ巡回の時間ですので、ちゃんと用意しておいてくださいね。飯は。心配しなくても
食事はハンナが用意してます。できたら迎えに来ますから。怒ると体に悪いよ。失礼します。アリア、何してるんだ？何って、読書ですか？また兵法書を読んでるのか？隊長と違って、時間を無駄にしたくありませんから。そんなに読むことないだろう。どういう意味ですか？兵法書なんてただの基本なんだし、必死になって読むことないよ。基本は必要だと思いますが。基本は基本、一度読めば十分だよ。そこまで言われるんですから、隊長はさぞお詳しいんでしょうね。そりゃもう。じゃあ質問しますが、今読んでいる孫子ですが、何編に分類されているでしょうか？それはうつ漁師です。あれ、そうだったっけ？はい。おかしいな。もう結構です。隊長が口先だけなのがよくわかりましたから。あのな、何編で構成されてるかなんて覚えてなくてもいいだろう。要は内容だ、内容。それはそうですが。勉強の仕方間違ってるんじゃないのか？じゃあ、内容について聞きます。何怒ってるんだよ。傭兵の極意について語る一文は？それは知性を利用しろという意味の一文ですが。え？ハズレですね。偉そうなことを言った割にはあまりご存知ないんですね。あのな、お前の聞き方が悪いんだよ。人のせいにするのはどうかと思いますが。知性を利用するってことも傭兵の極意だろ。それはそうですが。聞き方が曖昧なんだ、聞き方が。確かに、言われてみれば。お待たせー、ご飯だよー。お、飯だ飯だ。あ、隊長、まだ。あとでな。ゴッドさん、もういいの？まだあるよ。そんなに食えないよ。アリアは？私ももういい、ありがとう。私が全部食べよう。ハンナ、太るよ。キモ。隊長、今日の巡回コースですが。今日は南の方まで足を伸ばすか。そうですね、まだまだ地図は不完全ですし。ってハンナ、それくらいでやめといたら？だってもったいないじゃん。南に下ってから海岸沿いに足を伸ばして。海あんの？あるよ、ずっと南に下がったら。やったー、隊長、水着持ってていい？水着。ハンナ、遊びに行くんじゃないんだからね。いいじゃん、ちょっとくらいね、隊長、いいよね。でもま、ちょっとだけだぞ。ん？はぁ、何疲れてんだよ。お願いですから、真面目にやってください。いいじゃないか、泳ぐくらい。そうだよ、暇なんだから遊んでもいいじゃん。だから、勤務中でしょうが。
勤務ったってありゃ。敵いないじゃん。敵がいなくても仕事はちゃんとしなきゃダメでしょ。お堅いな。いいですか、たとえ今は日陰の身でも真面目に仕事さえしてればきっと誰かが認めてくれるんです。誰も見てないと思うけどな。逆にふざけた勤務ばっかりしてたらもっと抜粋の基地に飛ばされてしまうんですよ。隊長、水に持ってかないの？そうだな、取りに行くか。で、人の話を聞け。大丈夫だって、ここより抜粋の基地なんてないから。もう好きにしてください。隊長、アリア半泣きだよ。アリア、なんですか？お前も水着を持って。左手に小高い丘、その向こう側に小川があって、あれは廃村だな。はい。書いたか？もうすぐです。ねえねえ、ちょっとハンナ、引っ張らないでよ。線がずれるでしょうが。早く海行こうよ。これが終わったらね。いいじゃん、そんなの適当で。あんたね、もうちょっと真面目に仕事を。アリアだって水着持ってきたくせに。それはやっぱり周りに合わせた方がいいでしょ。泳ぎたいなら泳ぎたいって言えばいいじゃんか。私は別に。アリア、終わったか？はい、終わりました。これで全部終わったな。じゃあ海行くか。やった！でもどこで着替えるの？そんなのどこでもいいじゃん。ほら行こう行こう。どこでもって。何？何？ハイソンの方だな。またです、隊長。また今度。だってせっかく水着持ってきたのに。仕方ないでしょ。これ着ていこうかな。バカ言ってるとブツよ。それはそれで美味しいな。二人してブチましょうか。行くぞハンナ。何なんでしょうか、これは。何って、死体。そんなことは分かってます。私が言ってるのは。隊長、あっち行くぞ。私に盾つくからこうなるんですわ。よくお分かりになりまして。死んでるんでしたわね。あっ、何なんでしょうか、あれは。さあ、関わらない方がいいと思うよ、私。俺もそう思う。帰るか。そうですね、そこですわ。ちれ。死ぬところだったでしょ。死ななかったんですからいいじゃありませんの。それよりあなた方は何者ですの？それはこっちの質問よ。私？よくぞ聞いてくださいましたわ。私こそ辺境の魔女と恐れ敬われたセシル・フォーワードですわ。驚きまして。おお、辺境の魔女。隊長、帰
なきゃバカが映るよ。そうだな。ちょっとお待ちなさいな。人に名乗らせておいてそのまま行くつもりですの？いや、ここは失礼した方がいいかなと。冗談はおよしになっていただきたいですわ。この私のすっばらしいプロポーションがお見えになりませんこと。自分で言うか。子供など産んでいてはとてもこのような究極のプロポーションは